リシャール・ボーランジェは、フランス出身の俳優である。ジャン・ジャック・ベネックスや、リュック・ベッソン、ピーター・グリー・ナウェイなど、個性的な監督たちの作品に出演。リシャール・ボランジェ、リチャード・ボーリンジャーとも呼ばれる。アリエ県のムーラン出身。第二次世界大戦中に出会った、ドイツ国防軍士官とフランス人女性の間に、生まれた。リシャールの出生時、 両親はドイツから逃れるため乳児の彼を母方の祖母に捨てていった。祖母はエピネーシュルセーヌの低所得者用集合住宅に住んでいた。困難に見舞われた人生の始まりにもかかわらず、ボーランジェは祖母と共に過ごした自らの子供時代を幸福であったと述解している。当初ライターとして活動を開始し、ゾールル指など戯曲2作を発表。ついで、 奇襲戦隊の脚本に加わり、映画界への一歩を踏み出す。1973年には、シャルル・マドン監督作、エル・イタリアーノ・デ・ローゼズで映画初主演。1977年、ムッシュとマドモ・ワゼルに、脇役で出演した際、同作の助監督を務めていた、ジャン・ジャック・ベネックスの目に留まり、同監督のヒット作、ディーバに起用される。 これで一気に知名度が上昇したことで、それまでの放浪生活に別れを告げ、俳優業に本格的に乗り出す。1984年、エル・アディションでセザール賞上演賞。1987年、フランスの思い出で同主演賞を受賞。1988年、70年代の放浪生活をベースにした自助伝的エッセイ。 セボーユヌビルラ・ニュイを発表し、25万部のベストセラーを記録。これを、自らの手で監督、映画化する構想を抱き、主演に、チェッキー・カリオ、助演に、ジ・娘のロマーヌ・ボーランジェラをキャスティングする。この映画の構想は、その後予曲折を経て、形を変えながら、2006年になって、ようやく、セボーユヌビルラ・ニュイとして、日の目を見た。小説を発表後、 歌手にも挑戦しており、1999年から2002年までの間に3枚のアルバムを出している。無論この間、多くの映画作品に出演して、俳優としての地位も確立してきており、多彩な才能にあふれた現代フランス映画界を代表する存在の一人となっている。歌を歌うことが好きな彼は、アフリカをこよなく愛しており、2002年にセネガル国籍を取得した。 ありがとうございます。